スナックベルボンね。いらっしゃいませ。こんばんは。なんかもうすぐ会えなくなりそうなぎょうちゃん、<laughs> もうすぐさよならだよ。ね、そんなぎょうちゃん、今日3月8日は何の日か知ってる？ミツバチの日？ミツバチの日でもあるの。<laughs> でもあとサバの日でもあるの。はい、だけど一番大事なのは国際女性デーでございます。<laughs> 知ってた国際女性デーという日があること自体今日はあの新聞のね一面の朝日新聞とかがちょっと色づかってたからなんでこんな色が違うんだろうと思って知った,何色だったそれがあの黄色そうミモザのね花の、うん。 あのイメージのの黄色なのかななか、うん、そうなんですよ、えっと、1975年に国連によって毎年3月8日に設けられた記念日で、はい、だもうずっと昔2人が生まれるより全然前に、うん、設立されたその頃から当然ね国際社会の中でちゃんと 男女共同参画平等にっていうことを言ってたわけよね。うん、でもなかなかか父とっていうところで「でまあそのミモザの日」としても親しまれているので普段からねお世話になってる方とか身近な女性に感謝の気持ちを込めて「ミモザの花」を贈る習慣もあるということなんですね。<ー>今年のテーマは えー、イイインンンスパイアインクルージョン女性が参加しやすい包括的なインクルージョンな社会を目指そうっていう<ー>そういうテーマが今年は掲げられてるんですけど<ー>この素敵な記念日の直前にね、えー、イギリスの経済誌エコノミスト誌があの働きやすさ女性の働きやすさをテーマにしたランキングを発表したんです。 うんえー、今年最新のねエコノミスト発表のデータなんですけど38カ国 OECD 経済協力開発機構に加盟している38カ国を対象にしてそのうち、まあ、データが揃ってるとかの意味で29カ国が対象になったんですけど日本は29カ国中何位だと思いますかギョッちゃん真ん中くらいの15位ぐらいうん綾のちゃんは見ちゃったこれ記事見ちゃった<あ>見ちちゃゃっったたそうじゃあ言ってやって。

まあ、エコノミストが働きやすさっていう視点で見たものでもものすごく低くて例えば女性管理職の割合って日本は14.6%で、うん、なんと対象国の中でで最下位でしたそう女性が、ね、そうなるとニュースになるぐらいの国ですもんね。OECD 平均だともう34.2%なので全然下なので、ね、結構開きがありますねほら国もねその目標数字出してますけどね。 そうなんですよね、うん、ちなみにこの項目のトップはチェコで管理職の46%を女性が占めてい,ますすいわゆる半,半ってことなんです、ね、そ,うそうなんですねで。あと役員の方の割合、うん、女性役員の割合でも下から3位18%しかいなかったりして、うん、であとここも綾野さん重要じゃない性別ごとの平均賃金女性は男性より21.3%も少なくて。 この格差も、えー、全体のランキングの下から三番目。<ー>だからもう本当にほとんどの項目において、エコノミスト氏、イギリスエコノミスト氏があのひどい状態ですねで、文言がね投げかわしいって書かれてたそうですよ。うん、でも男女雇用機会均等法始まって何年経ってるっていうのに、例えば就職活動の時のこう採用情報で、うん、なんか事務職女性いくらとか、うん、総合職男性いくらとかって、うん、つい最近までなんか書いてあったりとかしたわけじゃないですか。うん、本当になんかびっくりする。 このテーマだと他にもよくねこういうことを指し示すデータとして出てくるものもう今までの自分のコラムでも言ったことあると思うんですけどその辺もおさらいでやっとくとあの世界経済フォーラムが毎年発表しているジェンダーギャップ指数、うんね、これも世界各国のこれは対象国が、えー、結構たくさんある146カ国を対象にした調査で<ー>その国の、えー、政治・ 経済、医療を、えーうん、学問かな。その四つで男女格差がどれぐらいあるかを示してるのも、もうこれも本当毎年ニュースになるんですけど、日本はじゃあ146カ国中の最新の2023年の結果は何位だったと思いますか、ぎょっちゃん？真ん中で76位ぐらい。<laughs> コリン内もね。もんね <laughs> コリン内はね、真ん中って言ってみとこうみたいなのね。真ん中じゃないんです。日本はこのテーマにおいては。 なんと125位というすごい低くて、最低を更新しちゃってんの。良<ー>くなっていくどころか。 世界の中ではどんどん低くなっちゃっているということなんですよね。であともう一つ皆さんも今もいろんな会社とかでも取り組んでいる国連が提唱した、ね、より良い世界を目指す国際指標の SDGs、うん、話題ですよね。はい、あれいろんなテーマで17の大きいゴールがあるじゃない。うんうん、その中の5番目の大きなゴールがジェンダー平等を実現しよう、うん、ジェンダーってどういう意味かおさらいだよぎおっちゃん。性別 <laughs> そうそうあのでもほら生物学的な性別は英語でパスポートに記載されているセックスという単語があるじゃん。ジェンダーという単語は社会,社会とかが割り当ててるイメージとかのことなんだけれどもこのジェンダー平等を実現しようっていう国連のね SDGs の大きな項目もなんとえー 深刻な課題っていう評価を受けてるんですよ。日本は日本はこのテーマにおいては一番低いぐらいのあの世界で一番低いぐらいの状態だよって。あの産業開発とかで一番優秀なゴールだって言われてるものもあるんだけど、やっぱりこのテーマはとことん弱いんだってことなんだよね。これは日本に30年生きてきた運年30年30年生きてきたあやのもいろいろ日々感じるいややっぱそうじゃないですか周りの会社見ても、うん 女性役員の方少なかったりとか、うん、あと会社の歴史があればあるほどそういった。 バランスが難しかっっったりすするるののかなっていうのはちょっと肌感覚であるんであ、ねうんよかベンチャー企業とかだとね小規模でいろいろとこう女性が出世しやすい仕組みができたりとだねだから逆に旧体前の大きな法人とかはいわゆるホモソーシャルと呼ばれる、ね、あの男同士の、まあ、よくも悪くもなれ合いも含めた関係性の中でじゃあ次はお前ここのポストなみたいなことをやってしまう流れもあるから余計そこに女性は入りづらいっていうこともあるから逆にベンチャー企業と ち社とかでそういう国際的な視点をちゃんと取り入れた会社は最初から女性の能力を活用しようって思ってるシステム作りをしてるかもしれないしまあ IT とかでねうまいこと AI 部門とかでぐっとそういうところが行けばだんだんあの会社は女性管理職も多いけれども業績もいいよねっていうので考え方が変わっていくかもしれないしねまあ一度ねこうじ日本の中にいると気づかないその海外ドラマとか見てあれやったら 管理職とか社長に女性出てくるなって思う人はいるかもしれないけど中にいると少なさも気づかないと思うのでこれを機会にね、国際女性でですから国際的な状況を確認してみるっていかがでしょうか,だかやっぱりね高難園と一緒なんですよ <laughs> 日本で働いて,てだって毎日出社してて女性の役員が少ないなとか 思って生きてない。な、うんからこういった機会に。気づくのね。考えましょうっていう話だと思うんです。本当に、うん。何でもありがとう。こじ <laughs> 今日は国際女性デーに知る日本の評価スナックブルボンヌでした。